どうも、シーンパクリ警察係部長。係部長？どうも、シーンパクリ警察24時、ナレーション松ちゃんです。ナレーション？みんな、今回もシーンのパクリを見つけた。今回私が見つけた、これ、シーンパクリじゃないの事件について、一回お話をしていきたいと思う。みんな、ニンテンドースイッチは知ってるよな。ニンテンドースイッチっていうのは、これぐらいのゲーム機なんですけど、コントローラーが取れたりするやつがあったりするんですよ。テレビ繋げれたりとかね。そういう、本当に日本とか海外でも結構人気なゲーム機になっているんですけども、今回それがシーンに売られていたわけなんですよ。しかも10分の1の値段なんですよ。やばくない？ 10 分の1の値段でニンテンドースイッチ買えんだよ。そんなんさ、買うじゃん。ということで、まず一旦本物のニンテンドースイッチを見てもらいたい。これが本物。ちなみに私は今、追加ゲームにしっかりハマっている。あ、これが本物なわけ。で、今回シーンに売られてたニンテンドースイッチは、いや、もろやん。これはもう完全にやってると思うんですよ。もう外見からして。でもこれまだ開けてないので、実際中身がどうなのかっていうのも見ていきたいと思うんですが、本来のね、この任天堂スイッチもスイッチみたいな感じで書いてあるんだけど、見て、ゲームマジック。もう理解できん。ゲームマジックはもう理解できんのよ。あ、ということで、今回はこれをしっかりパクリなのかパクリじゃないのかを検証していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。それではレッツラ。オーケー、それではまずオープンザプライスしていきたいと思います。ふん、と、いや、これゲーム的にこっから落として大丈夫かな？大丈夫じゃなさそう。はっ、痛い！いや、待って。ちょっと待って。審議。なんかいっぱい振って。見たことあるけど、もうこのさ、タイプのゲーム機器って少ないんじゃない？電池？は、電池？電池？もうなんか怪しいよ。じゃあ、開けますか。開けます。説明書。せーの、ドン！いやー、すっぽいやつやん。わかるんよ。立てれるのね、ありがとう。あ、電池ないらしい。充電ないらしい、なんか。あ、ガチ。え、ちょっと、うざ。動かんのだけど。ちょっと待って。ちょっとうるさい、うるさい、うるさい、うるさい。ちょっと待って。もう、中見た今。もう中国製なんだけど。いろいろ審議がいっぱいなんだけど。あ、抜けた！抜けないんだけど。うん、無理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 。硬い。すんごい硬い。びっくりするぐらい硬い。多分さ、このコントローラーが電池式なんだよね。ここが多分、外でもできるように電池式かもしんないけど、電池式なんだよね。いっちゃうんざい。もう一回つけよう、もう一回。うるさいし。音量うるさいし。あ、これ音量ここかな。あ、音量はなんかこのなんか、もう見て。マジで本当になんか平成初期のゲームみたいな。ドライバーを入手してきました。よいしょ、くるくるくる。OK! あ、そうだ。オッケー、完成、終わりました。入れれたので、これでゲームができるのか一回見ていきたいと思います。つけます。わからん。A ボタン、B ボタン、C ボタン。お？動いた。ペット。あ、できた。いけんじゃね？マリオみたい。何これ？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 何状態？マリオだな。これ、マリオだな、昔の。な。もうわからん。退出。戻ります。ちょっと待って。あ、戻れんのや。あ、なんか始まっちゃったよ。うざ。なんか消えたよ。なんか正解だったらしい。ローソンとかに入ってる、この音です。一生元に戻れない。現金から切ったらどうなんだろう。元から切ったら戻れんのね。元から切らないとダメなのね。いちいち。もうやる気失せた。もうあとはもう買ってやってみてほしいんだけど、ちょっと普通になんか音が失せた。
もうここでセットだし、ここなんか、これ動かんし、なんか知らんけど、形似てるだけみたいな。もうなんか、は？パクリにもなってねえよ。